おはようございます。レンジ使います。画質悪くなる。めっちゃブーキ取った。ネイルはされないですか？ネイルできんのですよね。前髪の癖が。おはようございます。では今日もカラオケ配信やりたいと思います。コイルス見たけどあんまキュンポイントが。嘘、まだ見てない。
トースターで焼こうか。おはようございます。チャ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 。昨日残してあったからハンバーガー。そしては大好きな人歌おうかな。では皆さん応援よろしくお願いします。
夢が叶う、それだけで涙が浮かぶ。ずっと思っていたより、もっと好きだった。君の泣き顔を見て、心が切なくて、もう大好きだから、愛は強いんだ、もう大好きな人、幸せになれ、僕を海に向かって心を叫んだ。ありがとうございます。大ちゃんさん、ありがとう、ありがとうございます。高弘さん、ミラーボールかける10、ありがとうございます。うん、うん、うまやめおさん、くま、ありがとうございます。決勝、
では決勝歌います。皆さん応援よろしくお願いします。Yeah.
とうございます。かぎさん17さんありがとうと、うまかける中ありがとうございます。 ME さんミラーボールありがとうございます。Good morning. McDonald's burger. Yes.充電の、あ、スマホの充電のコード変えたらめっちゃ充電早くなった。おはようございます。チャラチャラチャチャチャラ。そういえば何だっけな、舞台のさ、舞台のいつやろ、舞台の時にさ、みなみんがさ、コメダのさ券をくれて、コメダのギフトをくれて、うわ、コメダね、何食べようかなって思っとる。そう、舞台頑張れギフト。
何が、なんか食べたことないやつ食べてみたい。そう、舞台見に行きたかったって言ってた。パスタ食べたことない。エビカツさんだ。エビカツか。あれ、エビカツ食べたこと、エビカツね、うん、バーガーキングじゃないです、これマクド。昼米プレート食べたい。そういえばバーガーキングフォローしとんやけど、あれ、ワッパージュニアが半額っていうツイートが流れてきた。冷めてきたな、バーガー。これレンジします。ワッパージュニア、ワッパーのジュニアサイズそのままや。でもね、バーガーキングはあれを食べたい、オニオンリング。そうだから、そのもらったギフト券まだまだ使わんけど使って何食べようって
使って何食べようってマクド食べながら思っとる。うまいなこれ、肉多くて最高。よし、何食べようかな。君はメロディーにしようかな。では皆さん応援よろしくお願いします。人も街も明るめに着替えた。風に誘われ気づけば知らずに僕は口ずさんでいた。遠い昔の記憶の彼方に忘れかけてた二人のメモリーソン。なぜこの曲が浮かんだのだろう。突然に愛しさはいつもずっと前から準備してる。ノイズだらけのエディオが聞こえてきたんだ。時を超え君はメロディーメロディー、懐かしいハモニーハモニー、好きだよと言えず抑えていた。胸の痛み僕のメロディーメロディー、サビだけを覚えてる。若さは切なく輝いた日々が蘇るよ。君と歩いたセンター街から通りに抜ける青春に迷って知らないうちに大人になってた。歌を聞くこともなく何を忘れてしまったのだろう。新しいものばかりを探して今の自分に問いかけるようなあのミュージック。偶然はいつも教えてくれる意味があると思いがけない未来で出てこいよ。目を覚ます甘いメモリーメモリー、夢を見たトイレトイレ、さよならに込めた永遠こそ僕の近い。いいメモリーメモリー、面影も鮮やかに無意識にそっと口ずさむ僕は今でもまだ。
君も思い出すんだろうか。あの子はいつも抱かれた。ひそ君はメロディーメロディー、懐かしいハーモニーハーモニー、好きだよと言えず抑えていた。胸の痛み僕のメロディーメロディー、サビだけを覚えてる。ほろ苦い感情が溢れ出す今もこんなメロディーメロディー、きっとどこかで君だって口ずさむだろう。思い出は時には優しい。口ずさむだろう。いつの日にかあの頃のメロディありがとうございます。アニさんいいね、ありがとうございます。高弘さんかわいい ×10 ありがとうございます。神津さんミラーボール ×2 ありがとうございます。美味しいな。いつかしのさんの路上ライブにも行ってみたい。新宿よね。新宿一回さ、新宿ってさ通ってさで通ったことあって、でこの前しのさんのツイート見てさ、新宿やんここかみたいな、ルミネって書いてるけん、これルミネの何か分からんけど、新宿同感。じゃあ皆さん新宿キャンディーコンサートも新宿。うん、なんかコンサートって
まあ会場、いろんな会場であるけどさ、どこかって正直分からん。新宿南口よく使うから、うーん、全然分からんな。新宿行くかじゃ、新宿行こうか。新宿行こうかよ。じゃ今日。じゃ今日新宿行って会ってきます。うまい。あんなでかかったハンバーガーがこんなに。新宿22時集合ということは何時に用意して、セプトの会場、うん、見てこのチーズ、えぐえぐ。そうになっている。うまいわ。正直これで1個分なんじゃね。どう？それ思ったら私どんだけ食べたん？新宿か。新宿ってどういうとこや。新宿この店なら1000円ぐらいしそう。確かに。シェイクシャックはどんくらいなんやボリューム。新宿危ない街？マジか。え、あー、そっち系の、うんうんうん、うん、美味しい。
希望的に古いマット地図アプリないと駅近で迷う。うわ、駅なんかさ、この前駅で迷ったけんさ、マジでむずすぎ。あ、新宿の中に歌舞伎町があるか。なるほどね。町民がよく迷う街。え、迷いそう、めちゃめちゃ。私だって普通の駅で迷ったね。普通の駅で切符落とした。切符、あれ、切符を、切符がない。床を探して、床あ、見つけたと思ったら、これどこどこどこって駅の中で20分ぐらい死ぬ。うん、今リモート稽古の、リモート稽古の時点でもなんか稽古の場所とか電車なんか迷わない、大丈夫みたいな言われてて、それは全然大丈夫だったんやけど、帰り道に迷うっていう。もう一回新宿駅使ったんかな、なんかその時迷わんかったんやけど、え、違うかなあれ、なんか新宿駅こっちとこっちがあって、運よく多分正しい方に入ったんかな、何やろ。え、シェイクシャックがあるの新宿じゃなかったっけ。それは違う、もう忘れた。うん、新宿南口。うん、いや、じゃあ、あの時私どこ、何どこにおったんや、私記憶が分からん、もう何も分からん。まあ10日間も東京におったって結構結構おった方よね。
うまい。ごめんな、朝からハンバーガー最高やな。なんか稽古中に、今日稽古の休憩時間に、なんか朝から食べれるか全然食べれんかみたいな、なんかおるやん、朝全然お腹空かないんですよねみたいな人おるやん。そっち派の人か、朝から全然もうラーメンでもハンバーガーでもいけますみたいな人おるやん。その話した。私は朝からいける人やん。美味しい。ごちそうさまでした。まあ、この幸せで540円な。まあまあ、幸せをありがとう、マクド。じゃあ思い出してよかった。歌います。シェイクシャック、シェイクシャック高級な、高級なんよね多分。では思い出してよかった、歌います。皆さん応援よろしくお願いします。覚えていない、ずっと昔から聞いていたような言葉の懐かしさを僕は感じていた。じゃあどうよ、その中で見失人のものは、あの日見てた夢を捨てた。どこへ急ぐのかな、思い出せてよかった。僕らこの街を目指したわけ、もしも君と巡り合うだけなら、自分を忘れてきっと鳴らされていた。
付き合いでいただけなのに、花火大会に君がいたんだ。誰も気づかないイントネーションに、いいじゃん、ふるさとの空が目に浮かんだ。打ち上げた宝飾玉、消えるたびマークまで、そばの誰かさえも見えず、僕は夢見たけのようで孤独だと思った。思い出した昨日は、あなたあの街の風の匂い、海を見つめ語り合ったみんな、青春時代の友は元気だろうか。ぼーっとしたよ、出会って僕は今だって変わってない。思い出せてよかった。僕がこの街を目指したわけ、もしも君と巡り合わなければ自分を忘れてきっと流されていた。ありがとうございます。あつしさん、かわいいかける子ありがとうございます。かずさん、ミラーボールかける2ありがとうございます。たかひろさん、猿かける10かわいいかける10ありがとうございます。
涙の表面張力。久しぶり。てるでは涙の表面張力歌います。皆さん応援よろしくお願いします。ギリギリさよならがいいのよ、そこで微笑んだ涙のダムが決壊する。最後までいい人でいたいなんて、優しいふりしてる自分を軽蔑しようか。彼女とは本当に何もなかったと否定しても、言い訳をしてるみたいな面倒だ。信じられなかったらおしまいだ。そうだろう、ギリギリさよならがいいのよ、手話で微笑んだ君とのためが崩壊する。君は少しずつ黙ってる、そのままの悲しみが揺れた人に降ろされる。羽ばたきさえもできないくらい息を飲みながら見つめ合って動けなかった。愛とは夜中を行く。最初は違ったよ、眼差しに前出た。愛してくれたこと誰かのせいにはできない。友達から別れろときっと言われ続けていたんだろう。なぜ君は感情的に僕のこと喧嘩できなくなったら何だろう。悲しいね、危ない。泣いちゃえば楽なのに、頑張って耐えている。涙が一つ溢れてる。全体に溶けたその全てが止まらなく溢れ出す。だけど僕には目の前の君のオーラと飛べる全てがハンカチとか文字合わせてない無力な男。後悔は表面張力。ギリギリさよならがいいのよ、そうやって微笑んだ涙のダムが崩壊する。君は少しずつ頑張ってる、その胸の悲しみが揺れて瞳に踊り添える。やばい時さえもできないくらい息を飲みながら水に合って動けなかった。愛とは表面張力。
とうございます。高弘さん、かわいいかける10ありがとうございます。かんじさん、ミラーボールかける4ありがとうございます。ありがとうもありがとうございます。おはようございます。イスカイロス治ってない。そういえばイスコイでさ撮ったいろんな写真があってさ、フォルダ分けしとかな。後でフォルダ分けしよう。お前半袖なんかいって感じよね。これからイベント尽くしだからロス。いやーイベントね、まあまあまあ
どうやろこういうのって、こういうのっていつまで続くんやろ。まあでもこっからなんか忙しくなるよね。なんかあれ急に忙しくなるな自分みたいな。四国あるし、普通に僕恋あるし、なんかあれ急に忙しいぞあれみたいな。だってさ、のぞみにか、面白い写真見つけて笑ってしまった。勝手に四国だけ、そう勝手に四国だけめっちゃ忙しいねんってあれみたいないきなり松沢があるけん卒業前にめちゃめちゃ忙しいよみたいな。てかいつ卒業するんでかしうん。地元だから、あ、香川。おもろい写真気になるちょっとツイッターではさすがに載せれません。でも別に何もおもろくない写真でも笑ってしまったりするよね。わ、なんかこの時間に寝るの一番気持ちいいよな。寝そう寝るなよ、今日こそ寝るなよ、今日こそ編集しろやって。載せれないレベルっていうか、何でもかんでもねツイッターに載せるもんだって。何でもかんでもツイッターに載せたくないんで。そんな何でもかんでも無料のツイッターに載せませんよ。いや思うよ、なんかさこうさ SNS でさ、なんかもう何でもかんでも載せるようになるやんか。例えば私生活というかさ、まあショールームもそうやけど、もうこんな私生活ばらまきみたいな感じやん。だからそれは
何でもかんでも見せすぎたらさ、おもろくないよね。じゃあ暗闇歌おうかな。幸せの時間の写真ほど載せない。ああ、撮ったね。わかる、めっちゃわかる、めっちゃわかる。そんなん簡単にね、みんなの見えるところに載せたくないよね。こっちだって人間なんやからねっていう。では暗闇を歌います。皆さん応援よろしくお願いします。太陽は水平線の彼方を目指して、あの絵が聞いたら落下する夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか。僕はまだ帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々。あの空とこの海がほら分かれているように、交わらないものがいるってことさ。都会で暮らす友はまだしか見ていないらしい。やるせない孤独の時、泣き言を誰に言えばいい。夜よ僕を主人にするな、綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つき、うろたえて、ぶざまでいたい。次の朝がやってくるまでに、今持ってるものを捨てよう。まあ、裸になって気づくだろう。暗闇のその中で、目を凝らしてみれば、何かが見えてくる。私たちは自分が輝いている、その一度宇宙の果てで誰かに見られてる知識。どこかに消えていた光を知っているのか。僕は始まってもいない。欲しいものいらないものを見栄えつかなくて、手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ。大人とその分別があることというなら、永遠の隣なんかなるものか。ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう。水平線見えなければ、今いる場所がわからない。夜よ僕に浮かばせるなよ、想像だけの愛の世界は。すごい想いやりばかりで説得力がない。どうせならばもっとなまがらしく、お互いの正体を明かそう。取り繕っていても虚しいよ、暗闇のその中で。
しい音が聖夜さんミラーボールありがとうございます。 MA さんミラーボールありがとうございます。カンズさんミラーボールかける2ありがとうございます。テカイルさんめっちゃかわいいありがとうございます。タカヒロさんからタワー分いただきました。ありがとうございます。マジでホワイトボードのペン買ってこないか。あったわ。
カエルさんタワーありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そして末永く応援したいと思います。ありがとうございます。よし、では そろそろランキング読んで終わりたいと思います。また舞台とかあったら見に行きたいけど、あるかな。ねえ、ほんまにそれ。13位タニーさん、12位マコトさん、11位ユッティさん、10位どこまでやんだっけ、あ、10位カイドンさん、9位カギサジュダナさん、8位ソソさん、7位セイヤンさん、6位アツシさん、5位ダイちゃんさん、4位中堅さん、3位 MIE さん、2位カンズさん、1位タカヒロさん、ありがとうございます。アニさんありがとう、お疲れ、ありがとうございます。ではありがとうございました。